1、2時になりました。何でいいじゃん、番外ね。嘘だったのかな。当たり前じゃん。でももうちょっと、またもうちょっと。おい出ない方がいいって。もしもし、聞こえますか。なんだよ。もしもし、おい聞こえる、これ。何も聞こえねえ。何。もしもし、今からそちらに向かいます。とうとうトンネルの中に入ってきてしまいました。キナ、もう帰るぞ。ねえちょっと、ヒューマンの声入っちゃうでしょ。黙って。はい。ねえちゃんと撮ってってば。うるせえな。絶対に行ってはいけない。生きては帰れないと噂される、あの日本最強の心霊スポット、犬鳴きトンネルから私アッキーナがお送りしています。おい、この先日本国憲法通用せず。マジか。早くねえ言える？ねえ、せかすなって。ねえ言えよ、やばい。言える？うちはい、待ってるよ。見てください、これが正真正銘実在した犬鳴き村です。ダメだ、暗すぎ。あ、おい、やめろって。やっぱり、はあ、ちょっとカメラ止めて。なんだよ。なんだ、便所かよ。絶対どっか行かないでよ。うわねえちょっと離れてて、音聞かないでよ。どっちだよ。
ちょっとユーマやめてよ。亮太郎くん、怖い夢見るんだって。どんな夢？私にも話さないんです。でも毎晩毎晩うなされてるんです。すごく苦しそうな悲しそうな顔をして。別の部屋でお母さんの話も聞かせていただけますか？はい。りょうちゃん、ママあっちの部屋行ってくるから、先生にちゃんと夢の話してね。何かママに聞かれたくないことでもあるの？だってん？言っちゃダメだって。誰が？ママ。ママ？ママは今お部屋出てったでしょ。あっちのママ。あっちのママ？内緒なの。まあ悲しくなっちゃうから。ありがとうございます。ほら、りょうちゃんも先生さよならは。
織田先生どうかしました？え、ああ、うん、私あの子の担当外してもらおうかな。お帰り。で、何急に。どうしたの？明菜がおかしいんだよ。今朝帰ってからずっと。おかしいって何が？それが分かんねえからお前に聞いてんだろ。何それ、精神的なもの？まあ、今朝ってどこ行ってるの？犬鳴きトンネル。犬鳴きトンネル？え、マジ？ゆうにさ、犬鳴きトンネル行ったの？いいな。実は俺、今調べてるんだ、地球研究で。村は？村ってあるの？え、お母さん知ってんの？当たり前じゃん。え、姉ちゃん知らねえの？めっちゃ有名な心霊スポット。心霊スポット？ねえ、何やってんの？だって明菜が呪われてんだよ。全国的にも超有名なんだぜ。そんなのあるか。コタ、首を突っ込むんじゃない。動いてんさい。ごめんなさい。おい、今くだらないことにコータを巻き込まないでくれないか。あの子までお前のようになってほしくないんだ。ねえ、そういう言い方する。金でお前は黙ってろ。おい、出かけるぞ。はい。あいつはお前の卑しい血筋だな。行ってらっしゃい。ちょっと、何、どうしたの？とにかく見てやってくれよ。え、明菜ちゃんいるの？ちゃん、ねえ、それどうしたの？ちょっと見せて。調子悪いの？調子？調子は全然。アキナ、めっちゃ元気。何があったの？これもわけわかんなくて。アキナ、見たんだよね。見たって何を？犬。
犬？犬が西向けば尾は東だけど、犬が白ければそりゃ尾も白いよね。アキナちゃん、おしっこ。多分分解損傷候群、それか短期精神病性障害。ねえ、すぐに病院に連れて。そんなこと聞いてんじゃねえよ。お前なんか昔から見えたりしてたんだろ。小さい頃妙なこと言ってたの覚えてる？やめてよ。ねえ、何なのこれ。怖えよな、なんか気味悪いし。コウタ、お前来んなっつっただろ。アキナちゃんが。あ？おしっこしてる。知ってるよ、お前トイレ覗いたのか。は？アキナ、アキナ、お前どこいんだよ。ユウマ、もうすぐだから。は？もうすぐ行くから。もうすぐ、もうすぐ、もうすぐ、もうすぐ。ほーら、どうしてくれたよ。
ダメなんだよ。おい離せ。森田さん、申し訳ございませんぞ。おやじ、どうしてそんな奴に頭を下げる。アキラが、あんたのパパは死んだんだぞ。森田の息子はアキラを殺したんだ。秋名ちゃんの体はね、肺の中にたくさん水が入ってた。溺死だよ。やはり検視を山野辺先生にお願いしといてよかった。他の医者だったら何かと大騒ぎにされてただろう。昔はね、何度も同じ死に方を見てきたわね。覚えてるだろう。あんたの親父さんも、それに先代も。あの当時のことを知ってるのは私とあんただけだ。次はそろそろ我々かもしれない。あ、そういえば明菜ちゃんのお腹にはどうやら少女は勘が鋭い。気をつけなさい。あ、山野先生。病院は慣れましたか？はい、おかげさまで。うん、じゃあまた何でも相談なさい。ありがとうございます。失礼。犬殺しが、コータ。ねえ、この間やってた自由研究の話なんだけどさ、確か呪われた村がどうとか。コータ？カクタ？もうやめるよ、自由研究。え、どうしたの？だってアキナちゃん犬鳴きトンネル行ったら本当に、うん、そうだね。え、ちょっと待って、何これ？自由研究。
作ったの？うん。へえ、すごいじゃん。せっかく作ったんだから壊すことないの。だってこんなの作ってたら本当に呪われちゃうかもしれないじゃん。それは分かんないけど、あ、でもほらお兄ちゃんは大丈夫じゃん。だよね。でさ、その犬鳴村ってどこにあるの？それが分からないから都市伝説なんじゃん。そっか、地図から消されてもらえたし。でもこの峠のどこかにあるはずなんだ。地図から消された村、これが犬鳴トンネルで、この前兄ちゃんたちが行ったところ。これが呪われた電話ボックスで、この赤い橋の、マジでやべえな。霊感あるから今回やめようかな。はお前逃げんのか。逃げてないけど。ふざけんな。それはマジで。おい、いいから行く。ちょっと、こうた。絶対嘘だからね。みたいなやけどね。お前、アキナと来た時にはなかったぞ。ユーマさん、ユーマさん、もう勘弁してくださいよ。こんなとこでどうしろって言うんすか。入りましょうよ。ユーマくん、もうやっぱヤバいですって。もうアキナいないんすよ。ふざけんなよ。すいません。意味わかんねえんだよ。俺だって意味わかんねえんだよ。
先生。はい。ちょっといいかな。どうした？こちら良太郎君のお父さん。とは言っても、まあ、いや、構いませんよ。良太郎は私たちの本当の子じゃないんです。え？あの子にも話してません。というか、妻も知らないんです。どういうことですか？5年前優子さんは死産した。圭介さんはそれを本人に隠したまま養子縁組を組んだ。内田先生のご紹介でお願いしたんです。ちょうど同じ時にこの院内で出産後に亡くなった女性がいてね、彼女はシングルマザーで頼れる身内もいなかった。良太郎君はその女性が産んだ子なんだ。あの、このことは妻には内密に。はい。内緒なの。ママ悲しくなっちゃうから。え？あっちのママ。じゃあ。どうした？すいません先生。ほら、こういう時なんて言うんだっけ。ありがとう。あのね、良太郎くん、先生、どうかしました？森田先生？先生、ママ、怖くないよ。アキナのこと突然すぎるし。てか死ぬって何なんすかね。お前やめろよ。すげえ、これが本物じゃん。こっち来るな。そこで待って。
今行くから、ちょっと下照らしてくれ。うまく言ってました。このトンネルの先に村があって、明菜ちゃんと行った時にそこで襲われたって。バカなことを。こんな古臭いトンネルの先に何があるって言うんだ。それにしてもなぜ全て閉じてしまわないんだ。あ、これは我々にも。あ、ユーマのカメラ、やっぱりコータもついてきてたんじゃん。おい、君たちも一緒だったんだろ。はい、でも昨日はそんなの持ってなかったよな。それでユーマさんは入ってっちゃいました。僕ら必死に止めたんですけど言うこと聞かなくて。な、この中探してください。ユーマ、やめろ。お前何してた。やめろ。パニック発作を起こして救急車でここに。もう落ち着いて病室で寝ています。そう、今はご両親。分かった、じゃあ私代わるね。お願いします。内田先生。おお。たった今山野辺先生が危篤状態で運び込まれて。え、なんで。いや、まだ状況がよく分からなくて。溺れたらしいですよ。どこで。ご自宅で。谷口さん。あ、すみません。状況分かったら伝えるから。
ジかよ、こんな時に。誰だよ。非通知？どういうことですか？もしもし。お、あのさ、クソバイク止まっちまったんだよ。拾ってくんね。流星？流星くん？もうしょうがねえな。どこだよ。今赤い橋のとこ。早く来てくれよ。ここなんかやべえよ。分かったよ。じゃあ待っとけ。はい、失礼します。森田先生、あとは私が見ますので、ご心配でしょうが今日はお引き取りください。あ、そうですか。じゃあお願いします。地面で立ちションとかじゃないですか、普通に。いや、この近くでやれ。え、以上もテロ。いやいや、無理して。テロだ。いや、言ってくださいよ。いや、いリュウセイ君？え？どうしたんですか？何？え、誰だよ？あ、いや、リュウセイ君なんですけど。は？お、あのさ、クソバイク止まっちまったんだよ。拾ってくんね？どういうこと？今赤い橋のとこ。早く来てくれよ。ルースお前どこいんだよ今。お、あのさ、クソバイク止まっちまったんだよ。拾ってくんね。今赤い橋のとこ。早く来てくれよ。なんかやべえよ。どうしたの？おじいちゃんがね、呼んでる。おじいちゃん？知らない人。
かねえんだよ。焼かねえんだよ。ちょ、おい、流星。あのさ、おい。なんだよ。おい。先生が息を引き取られました。
コータ、コータ、カバンですか。カバンだ。コータだ。これは遺品ですので、こちらでお預かりします。お預かりしますから。お父さん、なんだ。何が起こってるの。はあ、お兄ちゃんとコータがいなくなった。なんで。山野辺先生も亡くなったんだよ、ゆうべ。そうか。そのわけ、お父さんは全部知ってるんじゃないの。前から思ってた。なんでお母さんのこと嫌うの。そんなことない。ねえ教えてよ。うちの血筋って何なの。この家で何があったの。ねえ、ねえ教えてよ。ねえってば。どうかしてない。お前までおかしくなったのかも。おかしいのはうちでしょ。ねえなんで。ねえ私に何か話すことあるよね。お前は何も知らなくていい。お前だって子供の頃から妙なものが見えたりしてたんだろう。混ざっちゃいけない血だったんだ。でもやっぱり彩乃の面影がある。おお、さあさあさあ、おいで。よく来てくれたね。八重もきっと喜んでおるよ。八重とお前は本当に仲良かったもんな。覚えてるかい。なんか楽しそうに二人でいつもこそこそやっておった。
そうかい。そりゃ兄ちゃんが悪いよな。ばあちゃんが二つずつあげた飴なの。そんな兄ちゃんには罰が当たるぞ。どうして、どうして飴取られたってわかるの。奏にもわかるはずだ。本当？だろう。おばあちゃん、あれどれ。そうか、奏にも見えたか。何か言いたげにずっと見守ってくれてるんだ。大丈夫、あの人は怖くない。怖い。確かに八重には不思議なところがあった。あいつが出かけに傘を渡してくれた日は必ず雨が降ったし、赤ん坊が生まれる家も人の死に目も言い当てることがあった。子供の頃私も気味悪がって随分からかったもんだ。ということがあるって。おじいちゃん、他に親戚の人って。うちにはお前たち以外に親戚はいない。八重はね、うちの前に捨てられていた子だったんだ。まだ赤ん坊だった。昔はよく会ったんだ。もしかすると昔この近くにあった村の子だったのかもしれない。村って犬鳴き村。なんでその名前を。こんな話をすると多分お前のお父さんは面白くないかもしれんがね。やっぱりおばあちゃんは犬鳴き村で生まれたの。さあな、今となってはどうだか。犬鳴き村を出た身寄りのない人たちがいたらしいが。私その村に行ってみる。いや、それは無理だ。犬鳴き村は今じゃもうダムの底だ。
おばあちゃん、あれ誰？あの人は怖くない、怖くない。つきまとうの、あなた誰なの？女将のやることはいつでも一緒だ。え？臭いものには蓋をする。この村で何があったの？今まで自分がどう生まれて何者かだなんて気にしたこともなかった。誰でもいい。あなた何か知ってるんでしょ？犬鳴村って何なの？君に見せたいものがある。唯一残された犬鳴村の記録だ。僕だけしか知らない。山犬をさばいて生活する彼らは犬殺しと呼ばれて、誰も近づこうとしなかった。そんな彼らを手助けする連中が現れた。連中が村人に近づいたのには狙いがあった。連中は電力会社の回し者で、この場所にダムを作るため村人を力でねじ伏せていった。こいつの娘や息子は今ものうのうと生きている。娘を無理やり閉じ込めて犬と交わっていると言いふらした。見ろ、見るんだ。やめて、もうやめてよ。
そうやって、そうやってすぐ蓋をしようとする。だが、君は見なければいけない。彼らから、彼らから目をそらさないでくれ。教えてよ、うちの血筋って何なの？八重はね、うちの前に捨てられていた子だったんだよ。昔この近くにあった村の子だったのかもしれない。なんでお母さんのこと嫌うの？怖いんだ、俺はお前らが怖いんだよ。綾乃の面影がね。奏にも分かるはずだ。本当？混ざっちゃいけない血だったんだ。Ah!
電話が鳴ると噂の電話ボックスです。もうちょっともうちょっと。なんねえよ。絶対鳴るって。3、2、1。2時になりました。なんねえじゃん。なんないね。嘘だったのかな。当たり前じゃん。いやもうちょっと、あともうちょっと。おいおい、出ない方がいいって。もしもし、聞こえますか。おい、聞こえる。これ、あの、今からそちらに向かいます。ゆかちゃん、ネットに電話が鳴りました。それでは犬鳴村に向かいたいと思います。犬鳴村につながる電話。
しもし。来てくれたんだね。君に託したいものがある。会社の差し金だ。連中は全てなかったことにしようと。ここはもうすぐダムに沈む。地図から消されてしまうんだ。
の娘を無理やり閉じ込めて犬と交わっていると言いふらした。まさかそんな。この子は俺たちの子じゃない。
ちゃん、なんかすげえ怖い夢見た。お兄ちゃんは？夢の中で女の化け物から俺たちを助けてくれて。コウタ、あれは化け物じゃないよ。マヤさん。は？マヤ？あの人がいなかったら私たちは生まれてなかったかもしれない。いくよ。はい、チーズ。おお。かわいい。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。すごいね、海きれいだね。ね。青くなってる。海って湖だったな。あ、いい、いい、あら、かわいい。いいじゃん。あ、すごい、ね、色きれい。すごい。なんか映ってない？何これ？え、人じゃん。え、はい、犯人に間違いありません。ご愁傷様です。もう何ですかそれ。どうしますか森田さん。お兄さんのご遺体、実は
かなり不可解な状態で発見されまして、我々もどう扱うべきかと。おばあちゃんのお墓に入れてもらえてよかった。うん、でもやっと両親と一緒になれて喜んでるよ。おじいちゃん、うん、私の話信じてくれるんだね。おじいちゃん、うん、おばあちゃんも笑ってるよ。うん、そうだね。本当に森田先生のおかげです。いろいろありがとうございました。良太郎君は勘が鋭い子です。もし何か急に不思議なことを言い出したりしても否定しないで優しく聞いてあげてください。はい、またね。友達？ママが私に？彼女はシングルマザーで頼れる身内もいなかった。さようなら、失礼します。よし、行こう。
ちゃん？犬鳴村を出た身寄りのない人たちがいたらしいが、龍太郎は私たちの本当の子じゃないんです。重ね